東京都には親の病気や虐待など様々な事情により家族と離れて暮らす子どもたちがおよそ4000人います。その多くの子どもたちは乳児院や児童養護施設などで生活しています。こうした子どもたちが家庭の中で守られ育ち、自然に親子関係を経験できる場所、それがもう一つの子どもたちの居場所、里親です。この番組では詳しい制度のご紹介をするとともに、実際に里親になられた方にもお話を伺いました。皆様こんにちは。では実際に里親さんと里親を支援されている方を招いてお話を伺います。本日お話を伺いする里親さんは川木さんご夫妻です。川木さんご夫妻は里親になられて3年、現在7歳になるお子さんを養育されています。そしてもう一方は児童養護施設西大子ども館で里親支援専門相談員をされています岡さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。川木さん、里親になられて3年ということなんですが、里親になろうと思ったきっかけをお聞かせいただけますか。はい、自分の子供がもう20歳と18で手が離れる年代になりましたので、これから夫婦2人になる時間も多くなるということで、夫婦でこれからどうやって生きていこうかということで、自分が好きでそして社会のお役に立つことでということで探していって、里親という選択肢にたどり着きました、はい。まあ、妻の応援ができればと思って、まあ、いろいろ夫婦間でお話をしてこういう形になりました、はい。お子さんの紹介を受けたのは里親に登録されてどれくらい経ってからでしたか。はい、1ヶ月後にすぐお話があったんですけれども、家の事情がありましたのでご説明して1回お断りをして、その後半年後に今の子どもの養育の話がありました。お母さん、里親になってすぐにお子さんを紹介されるというわけではないんですね。はい、里親さんにもさまざまなご事情がありますので、その都度児童相談所と相談をしながら無理のないように委託を進めています。お子さんと初めて会われた時はどんなお気持ちでしたか。小さい子供を見て、ああ可愛いなっていうのが第一印象です、ね。私は長女が小さい時にそっくりなので、本当フィードバックしたような感じで、ね、大変可愛い子だなというふうに思いました。お子さんをご家庭に迎えられた後はどのような様子でしたか。長女も次女も私と同じで子供が大好きなので、本当によく一緒に遊んでくれたり、一緒にお風呂にも入ってくれたりと、いろいろ新しい生活が楽しくスタートをしたような形です。本当に食事が楽しくてですね、また家族で、出かけたりしてますので、そういった形では本当に家族に協力し合って楽しく過ごしています。お母さんからご覧になって川木さん親子はどのような様子でしたか。はい、委託当初から最初は半年間毎月、その後は半年に1回という形で私たち里親支援専門相談員は訪問をしています。で、訪問するたびにどんどん川木さんご夫婦とお子さんが家族になっていく、どん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 深まっていくという感じが実感として感じられて、とても訪問が楽しくて嬉しい訪問で、今年小学校に入学されたということでおめでとうございます。ありがとうございます。周りの方々との関わりはいかがですか。子ども自体は園から上がったお友達もたくさんいるので、新しく増えたお友達と元からのお友達ととても楽しく園を過ごして小学校生活を送っております。私の方ももともと里親をしていることをオープンにしておりますので、園の時も園長先生はじめたくさんの方にご協力をいただいたり、また私の友達も私の3番目の娘として扱っていただき、皆さんお声をかけてくれたりして、皆さんのご協力をいただいて、みんなで地域全体で子育てをしているような感じになっております。お母さん、児童相談所も学校と連絡を取り合ってるんですか。
はい、毎年1回は必ずお子さんの所属する学校に、学校訪問という形で訪問しています。また必要に応じて、その都度情報共有をして訪問をしたり、関係者会議を開いたりというようなことでサポートをしています。これからどのような子育てをしていきたいと思っていらっしゃいますか？彼女もまだまだこれから大きくなるので、彼女の興味の持っていることとかをサポートしていけるような子育てをしていきたいなというふうに思っております。あと、しっかりと見守っていきたいと思っております。家族の方々とお子さんとの関係はいかがですか？はい、夫の、父親とも一緒に住んでるんですけども、おじいちゃんと孫、私の母も遊びに来るんですけど、おばあちゃんと孫というような形で楽しく一緒に暮らしております。娘2人もですね、下の子供、妹ができたようにですね、本当に兄弟仲良く話している会話がね、父親として見ていておおらかに思っています。お子さんが来られる前と来られた後ではやっぱり家族の関係って変わりました？もう娘2人が大きくなっていたので、どちらかというと父親との距離が少しあったような感じなんですけれども、やっぱり下の娘ができたような感覚で、また一緒に家族一緒に出かける時間とか一緒に話す時間とか、とにかく一緒にいる時間がすごく増えました。より仲が深まったということですか？そうですね、一緒にね話し合う時間なんかもすごく増えました。やはりそれでは最後になりますが、里親に興味がある方へメッセージをお願いします。はい、一人でも多くの子どもたちに温かな家庭の体験をさせてあげられるように、多くの方に里親に登録をしていただきたいと思っております。私たち里親支援のスタッフをはじめ、地域全体で子どもたちを守り育てていけたらと願っております。よろしくお願いします。川木さんもメッセージをお願いします。はい、できなかったことができるようになる笑顔、子どもの笑顔は最高です。一人でも興味を持つ方がいらっしゃいましたら、ぜひ里親を体験してみてください。最初は不安でしたけれども、家族ぐるみで楽しく過ごせることができています。これを機会にチャレンジをしてみてください。よろしくお願いいたします。皆さん、今日は貴重なお話をどうもありがとうございました。ありがとうございました。東京都には4つの里親制度があります。養育家庭は養子縁組を目的とせず、家族の代わりに一定期間子供を預かり育てる里親です。預かる子供は乳児から中高生まで様々です。家庭復帰もあるため預かる期間も様々です。養子縁組里親は子どもとの養子縁組を目的とし、子どものために法的な親子関係を結ぶ里親です。養子縁組里親となるには原則として25歳以上の夫婦であることが求められます。専門養育家庭は専門的ケアを必要とする子どもを預かり育てる里親です。専門養育家庭になるには養育家庭として委託され、3年以上の養育経験があるなど一定の要件を満たし、研修を受ける必要があります。親族里親は両親が死亡、行方不明、長期入院などにより養育できない場合、祖父母などの親族が里親となり、その子供を育てる里親です。以上が4つの里親制度です。里親になりたいと思われましたら、まずは所在地を管轄する児童相談所へお問い合わせください。里親になるには、家族や親族の理解が必要です。家庭にお子様がいらっしゃる場合、
そのお子様の年齢や理解度などに合わせて説明し、子どもなりに理解してもらうことが必要です。里親になるために事前に研修を受けていただきます。研修受講後に申請書を提出いただきます。提出いただいた書類をもとに、担当する児童相談所職員などが家庭訪問します。訪問はご家族全員が在宅の時に行います。児童福祉審議会里親認定部会で里親の適否について審議します。認定部会は2ヶ月に1回開催されています。審議の結果を踏まえ、知事が里親として適当であると認めた場合には、東京都の里親として認定・登録されます。里親になった後も、登録後研修や登録更新時研修、子どもを受託した後の受託後研修など受講していただく研修があります。以上が里親の登録までの流れです。登録された方の中から候補児童に合った家庭を児童相談所が選びます。候補家庭には児童相談所からまずお電話で子どもの紹介をさせていただきます。里親さんの意向を確認し、引き合わせに進みます。引き合わせは児童相談所立ち会いのもと、子どもが生活している場所で行います。子どもが里親さんの家で生活するまでに、子どもの状況に合わせて交流を重ねていただきます。交流期間は、子どもが里親さんを特別な人と理解していくために必要な期間です。また里親さんにとっても生活リズムや環境を整えるために必要な期間です。この期間を経て正式に委託されます。以上が子どもの紹介から委託までの流れです。子どもにとって生活する場所、養育する大人が変わることは大きな出来事です。里親さんも戸惑い不安を感じることがあるでしょう。東京都では児童相談所をはじめ、里親支援機関、フォスタリング機関、地域の施設職員などさまざまな職員が関わるチーム養育で、里親さんと一緒に子どもの育ちを支えます。普段の養育に関することはもちろん、子どもの自立に向けても専門的な職員によるサポートを実施しています。委託期間の長さにかかわらず、子どもを家庭に迎えることは大きく生活を変化させます。大変なこともありますが、子どもの成長を一番近くで見守ることができ、そこに大きな喜びや幸せを感じる瞬間もあります。里親についての情報は児童相談所のほか、ホームページなどでも得ることができます。ぜひ一度ご覧ください。